シムフィルムの須山と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。シムフィルムさん、はい、フィルム、何か映像系のお仕事でいらっしゃいますか？そうですね、はいはい、今は、日本に旅行に来る外国人の旅行してる様子を動画に撮って提供するというサービスを始めました、はい、なるほど。旅行中のご様子をそのまま撮ってそれを編集して思い出の作品みたいな風に、はいはい、そうですね、なので写真で旅の思い出を残した代わりに動画で残しませんかという提案です、はい、あ、なるほど、動画で残す思い出、はい、なるほどなるほど。ニッチなビジネスかなと思うんですけど、はい、思いつかれた経緯とか何かおありになりますか？はい、まあ、起業しようと決めた後は、はいはい、何でするかというと、自分が今までやってできたことと、あとは自分のやりたいことの掛け算で決めようと思いまして、なるほど、はい、自分は、まあ、前職も含めて海外営業をずっとやっていて、はい、駐在も含めて、はい、外国人とのコミュニケーションというのは日々やっていたので、はい、その辺のところと、はい、あと、まあ、旅行が好きで学生時代から旅行をしてまして、はい、今でも、まあ、家族と行く旅行が一番こうテンションが上がるというか、うんうん、一番楽しい瞬間なんで、はい、そういうのをずっとやってきたんで、はい、64カ国はい、旅行に行きまして、その辺が、ご自身のプライベートで64カ国、はい、そうですね、はい、それがまあ過去やってきたこと、はい、であとはまあ趣味で動画をやっていたの で家族の動画、旅行の様子を動画に収めて、まあ、YouTube の非公開でいっぱいこうストックを貯めてるんですよ、はいはい、それをたまに見返してニヤニヤするのが趣味なんですけどそれと同じような価値を、提供できればいいな、喜んでもらえればいいなと思って、そこの掛け算で決めました、はいはい。今のお話ですと先に起業しようがあったっていう感じですか？私サラリーマン25年やっていたんで、はい、コロナになって、はい、まあ、当時イギリスに駐在していたんですけど、はい、イギリス完全にロックダウンしてしまって、あ、はい、あ、コロナの時にイギリスにいらしたんですね、はい、イギリスにいました、はい、でロックダウンで何も仕事が一切止まってしまったんで、はい、急にぽっかりとこう時間ができて、はいはい、その空いた時間で、まあ、自分の人生の49年の棚卸しみたいのをしてみたんですけれども、はい、その中で、あ、昔そういえば起業というか、経営してみたかったなっていう、はい、その起業の志みたいなのを思い出しまして、はい、まあ、当時49歳だったんですけども、はいはい、まあ、50代の10年間、まあ、ワンチャン やりたいなと思って起業してみたいなというのがありました、はいはい、今のこのお仕事を通してとか、まあ、またもしかしたらもっと変わられるかもしれないですが、はい、あのそのお仕事を通して、これからこう達成したいこととか実現したいこととか、はい、目標みたいなものっていうのは何かおありになりますか？はい、まあ、大きく2つあるんですけども、はいはい、1つは今こう旅の思い出を写真じゃなくて動画で残すっていう価値をやっぱ広めていきたいなと思っていて、はい、今浅草をメインにやってるんですけれども、はいはい、ここである程度軌道に乗った場合、この後、まあ、鎌倉とか京都とか北海道とかいろいろ商品を作っていきたいなと思っていて、はいはいはい、で浅草で良かったなと思ったお客さんがまた京都でもその動画をオーダーして、まあ、コレクションしてもらう、はいはいはい、そうするとようやくトラベルインジャパンの思い出がコンプリートすると思うんで、そういうふうに広げていきたいなと、はい、でこの動画で残すって価値が、まあ、いろんなところでも広がっていけばいいなと思って、そうするとどこ旅行行っても動画で残せるし、はい、でやっぱりそれが老後見る楽しみだったり、何度も見返してニヤニヤする楽しみだったり、はい、そういうのになると思うんで、自分自身がそうなってほしいと思ってるんで、この価値観みたいなのが広がっていけばいいなと、それが一つありますね。で二つ目は、まあ、自分がその、起業するときに50歳前で起業したんですけれども、はい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 、周りに誰もそういう人がいなくて、ベンチマークになるような人がいなかったんですね。なんで、とあるインフルエンサーにそんなモヤモヤっとした悩みを相談したときに、誰もいないんだったらそこにスペースがあるというか空白地帯があるっていうことだから、はい、まあ、トップランナーのつもりで自分でやって発信すればいいんじゃないのって言われたことがあって、はい、それも一つ背中を押された、気がしたので、自分自身がまあ、ロールモデルじゃないですけれども、はい、その50歳での起業独立っていうのも案外いいよっていうのを発信していきたいな。もちろん若い頃の独立企業は駆け抜けるような勢いと若さがあって美しいと思うんですけども、50歳前後の企業も、まあ、ある程度の知識と経験と、まあ、ちょっとの財力みたいなのもあって、案外じっくり企業もできるんじゃないかな、それもいいんじゃないかなというのを発信をしていきたいなと思ってます。